国会議員の言うことは正しくないんですかおかしいじゃないですかなんかこう、勘違いされてるのかなという。その人を貶としめ、しめたいですよ。これ私は人格の問題にね誰かが嘘をついている。言ったい言わないの前代未聞の低レベル論争に小泉が下した判断は。更迭でしょうかと。私の更迭ですかと伺いましたらば、そうだとおっしゃいました。 しかし実態は禁じ手を使ってまで野上追い落としを図った薪子への帰り討ちだった。そのシナリオを描いたのは一体誰なのかキーパーソンが重い口を開いた。この更迭劇の裏側に隠された陰謀と暗闘を暴く。おはようございます。ます小泉政権は今最大の危機を迎えております。 これは政権が発足以来内部に抱えておりました自己矛盾が表面化したということが言えると思いますがこの自己矛盾とはズバリ田中紀子外務大臣前外務大臣その人です、はい、MGO の排除問題をめぐりまして喧嘩両成敗ならぬ喧嘩三者成敗という荒技で最終決着を図りました小泉総理の決断一体、国民はどう見ているのでしょうか。 ザスクープでは一昨日から昨日にかけまして全国から無作為に選ばせていただきました有権者の方300人に緊急電話アンケートを行いました。えー、さあ300件の回答回答をいただいております。結果はこちら。小泉総理の決断に反対と答えた方64.0％、64. うん、そして賛成だと答えた方は20.7％。このような結果になっています。大体まあ三分の二ぐらいの人はですね、はいえー、ノー。 つまりレッドカードだということになると思いますが、はいはい、果たして今回の更迭、ね、劇が空前の支持率のこう転落をしていく一つの境目になるんでしょうか、うん、そしてまた、えー、圧倒的な支持の前に手が出せなかった自民党内部のいわゆる抵抗勢力が一挙をひ返しまして小泉政権の政権基盤がこう不安定化していくんでしょうか注目の内閣支持率は後ほど まあそれにしましても最後まで真彦大臣を守ろうとしていた小泉総理が一変して真彦大臣義理を決意したこの裏側には一体何があったのでしょうか番組ではこの今回の電撃会議をめぐる水面下の動きを徹底取材いたしましたが実はそこには小泉総理を激怒させた真彦,真彦さんの裏切りりがありましたあの私は今日は一つの,あの委員長に申し上げますが決意を持って今日は望ん,んでおります。 公鉄の前日、田中薪子はそれまでと全く変わらず強気だった。大騒ぎする問題じゃない。外務省内部で調整する問題ですよ。小泉もまだ辞めさせるつもりはなかった。しかし自民党橋本派の思惑は少し違っていた。この日の夕方、参院幹事長の青木が薪子追い落としの呪しを上げた。田中。 野上、鈴木、三人が辞めるのが綺麗だわね。野上、鈴木と差し違えても外務大臣の首を取る。橋本派は水面下で動き始めた。しかし。何のた、ね、ん悪いの、ね、で、常識的には、自分時間を辞めさせれば、解決することはできた問題ですから。現場の理事らの間では、 この時点ではまだ野上の辞任だけで済むという認識だった。しかし橋本派は事務次官の野上だけを切ることは飲めない相談だった。なぜなら野上の辞任は鈴木の日を認めることにもつながるからだ。する限りございません。この日衆院予算委員会は外務大臣と事務方の答弁の食い違いで紛糾する。政府が事態打開を図るため統一見解を作ることになるが、 実は、福田、安倍ら、官邸サイドが当初まとめた政府見解には、特定議員と特定の NGO に言及したことはある、との一文があった。しかし、これを見た橋本派は強く反発する。このままでは、外相が勝ったことになる。鈴木さんには見せたのか結果、この一文はなくなり、特定議員の関与はない。 引き続き政府が事実関係を調査するとだけ書いた政府見解に修正される。橋本派の思惑通りことは進んでいた。田中薪子による配信行為が発覚したのはまさにそんな日だった。ここに一枚の写真がある。遡ること7日前。菅直人はアフガン復興会議への NGO の参加を認めるよう薪子に要請。 両者は外務省批判で一致した。私たちが関心を持つのは、その、マクロの構造がこういう事件を契機に、えー、の露呈してきたということが一番重要なんだって。うん、結果的な協力関係はありますが。うん、民主党との連携。鈴木宗男の関与を引き出したい菅直人と田中真紀子の思惑が一致した。両者は携帯電話で連絡を取り合うようになる。えー、言った言わないの争いも、 両者の連携プレーを前提に振り返ると違って見えてくるまるでデキレースのような2人のやり取り、えー、事務次官に電話で話をいたしましたらばそうした名前があったということを私は確認はしております鈴木キー宗男さんという名前があったということを言われたわけですねその日も電話でもおっしゃっていましたしまた今朝の予算委員会の前の時も具体的に名前をおっしゃって認めておられました事務次官が言っておりました しきりに事務次官の野上を強調する薪子。この委員会に参考人とか、あるいは承認とかで、きちっと呼んで、話を聞くべきだと思いますが、委員長いかがですか民主党との連携プレーという、いわば配信行為。菅の狙いは鈴木宗男の追い落としにあったが、薪子の本当の狙いは、かねてより意見が対立していた野上の首にあった。 最初からターゲットは野上だった野上を辞めさせるために鈴木の関与も持ち出せば世論は自分に味方して結果として二人とも辞任する田中真紀子は禁じ手を使ってまで勝負に出たそして更迭の前日問題の28日も鈴木宗男さんという名前を事務次官が言っていたということで認識してよろしいですか結構でございます 鈴木さんは難しい人だとそれ前からの経緯もあると鈴木さんの言うこと行かないというわけにいかないのでこれは絶対に出席させられないということを言ってありますもう一人鈴木の関与を認めたとされる局長が当初はその事実を否定していたものの度重なる突き上げに記憶が曖昧だと答えを変えると田中真希子は勢いをさらに強めた茂木局長が大変辛かったと思うんですけどもたくさんのプレッシャーの中で。 よく言ってくれたと思っています。こうして、真木子の思惑通り、野上の参考人招致が決まった。野上は国会に呼ばれた時点で辞任を覚悟した。国会の僕のような答弁をすれば、そうなると思った。でも僕は本当のことしか言わないと決めていたから。大臣は、鈴木さんは難しい人だと、その時に、おっしゃったと。<coughs> 事務官、事務次官が。おっしゃったんですか 「今私が申し上げたことが全容でございますそれ以上の会話はございません」「野上はきっぱりと否定したこれに対し田中真紀子はその時に取ったというメモの存在を主張したこの紙がここに書いてあるこれはあの菅先生が持ってくられた1月21日の申し入れ書なんですが」 鈴木氏は難しいということ、それから前からの敬意があり、うんぬんということを言ったことは私は走り書きをしております。しかし、後にこの発言が、自らの墓穴を掘ることになる。また、関東の連携という配信行為が自民党サイドに発覚したのも、同じこの日の夜であった。田中薪子と関東の連携という情報は、当然橋本派にも伝わり、薪子おろしの動きを加速していく。 その急戦法が鈴木であった。身体については進んでけじめをつけたい。鈴木はこの日、小泉の側近に辞任の用意があることを伝える。これは、その代わり官邸もそれなりの決断をしてほしいとの現れだった。田中紀子の配信行為は、これまであくまで紀子を守ろうとしてきた小泉の気持ちが一変していく引き金となる。そしてさらに、ある出来事が重なる。 明けて29日、橋本派による小泉包囲網も着々と敷かれていく。異常事態を招いた責任は任命賢者にもある。涙は女性の武器などという総理の発言は女性別視だ。自民党総務会では小泉への批判が強まっていた。<れ>昼過ぎ、小泉の元には前総理の森と前官房長官中川が相次いで訪れ、 国会はこのままだと大変なことになるぞ。何らかの決断をしないと。迫る二人に、小泉は明確な答えを示さなかった。しかしこの時森は、総理は割り切ったと思ったという。自分の思いにならなければ、食いだろう、せせんだろう、てつだろうと言ってたら、誰も信頼してくれないですよね。 もう事態があそこまで至らない解決をずっと探ってきましたけれども、それでは状況が解決しない、そういう事態になっていたこともありましたからね。ええー。まあしかし、それは黙って聞き取られましたよ。んで、えー、その時に考えなきゃいけないからな、ということでしたね。この頃、野上はすでに辞意を固めていたが、外務省幹部に、 自分の更迭論が報道されているが、自分は絶対に間違っていないと語ったところ。正しいことを言っている野上が更迭されるなら、幹部全員の辞表を持って官邸に行く。そんな中、また一つ驚くべき情報が駆け巡った。実はこの日の朝から、官邸の安倍古川らが、 一連の事実調査を始めていたのだ。田中牧子が野上から鈴木の関与を聞いた24日朝のやりとりは、他の外務省職員8人も聞いていた。官邸の安倍らは一人一人に事実確認をしていく。次第に明らかになっていくその結果は、夕方には国会内を駆け巡った。これを見た衆議院議長の渡抜きと、副議長の渡辺は色を失った。 真実聴取結果。NGO の参加に関する鈴木議員の介入の有無について、野上次官から言及があったかどうか。8名中8名がなかったと回答。さらにもう一つ、田中真紀子の答弁に重大な疑惑が浮かび上がってきた。先月28日のこの答弁をもう一度聞いていただきたい。11時15分に私ホテル内から電話をいたしまして、 ここに書いてある、これはあの、菅先生が持ってくられた1月21日の申し入れ書なんですが、その時にですね、この紙にたまたまた私がもう、ガッと忘れていきなと思って書きました。今おっしゃった私の発言はほぼ合っていますが、あの方はご自分の言ったことを何も正確に伝えていません。自信たっぷりにメモを読み上げる、真木子。鈴木さんは難しい人だと。それから前からの経緯もあると。 鈴木さんの言うこと行かないというわけにいかないので、これは絶対に出席させられないということを言ってあります。鈴木氏は難しい、前からの経緯云々ということを言ったのは、これは野上時間でございます。委員長。この時の野上の表情といえば、大臣と時間、どちらが嘘をついているのか。その謎を解く鍵は、このメモしたという時間である。 十一時十五分に私ホテル内から電話をいたしまして21日を振り返ると田中牧子はアフガニスタン復興支援国際会議が行われている東京港区のホテルから午前11時15分野上に電話菅が田中牧子に国会で会い NGO の参加を求め要請書を渡したのは午後1時40分 それより2時間余りも前、11時15分にあった電話の走り書きをすることは不可能なのである。田中氏が野上次官に電話したときは、申し入れ書は手元になかったはず。メモは事後に書き加えた可能性がある。民主党との連携という田中薪子の裏切り、そして電話メモの偽装工作の疑い、小泉の決断のときは迫っていた。そして小泉に最後通帳を突きつけたのは、 かねてから牧子の鋼鉄を主張していた官房長官福田であった私と牧子のどちらを取るのか